点を取ってしまいたいですね。そうですね。クリスチアーノのボールは対角、こっちのサイドは誰もいませんでした。ボックスの中には2人が入っています。弾いたシュート、ゲット、勝負。ベルマーレ山崎の今シーズン初ゴールで先制しました。湘南が先手を取りました。いやー、リクロスでね、本当にゴールキーパーが非常に嫌がるようなボールですよね。ここですね、かわして中は2枚がセンターに入って、はい、キーパーが弾いたところをリーチにいました。まあ、ここの弾いたポジションが非常に悪かったですね。そうですね、まあ、試合前にね、はい、グラウンドに水を撒いてましたし、そのスリッピーなところをこう利用しながらですよね、はい、開始2分から3分。